吉田さん、時間はあっという間に過ぎますねこの時間っていうのは地球上どこにいても大体同じ24時間ぐらいですよねなんか北極点とか南極点にいると時間の立ち方がちょっと違うのかなとも思いますけども赤道直下とかねまあ、基本的には24時間という時間を私たちは与えられて1日1日暮らしてるんだと思いますまあその中でねあのー、日本っていうのはすごく恵まれていて まあ今日ね食べれない飲めない、まあ、スマホいじれない充電できないってい人はあんまりいないと思うんですよ。けど、まあ、ウクライナは言うに及ばずですけどもまだまだね紛争やそれから貧困にあえいでるそんな地区が30億人規模でこの地上にはあるんですよね。だから日本に生まれたってことは本当奇跡で勝負できるカードもう全てに勝てるカードが揃ってるんですよね。 例えてみると、ポーカーでね、5枚カードが出されました。1枚はワイルドカードなんですよ。ワイルドカードね。何にでも使えるカードです。だから、最低でも、ワンペアはできるんですよ。なのに、ワイルドカードをチェンジしちゃってるみたいなね。そんな形じゃないですかね。まあ、チェンジしないまでも、ワイルドカード込みで、手札ができてるのに、もう降りちゃってるんですよ。もう降りたって言ってからね。豚にはなり得ないんですよ。 日本に生まれた瞬間でもそのワイルドカードでも勝負にならないと思っちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。うん、それで時っていうね時間っていう概念をちょっと考えてみると、うん、なんかね私はもうどっかに勤務に行く必要はないんですけどもそれでも一日はねあっという間ですね朝起きるじゃないですか。確かか私2時とか3時と3に起きるんですけどもね 気がついたらもう7時とかになっていて、今日ももう大体終わったなみたいな感じですね。朝7時で。で、もうちょっと大きなスパンで見ると、1年ってあるでしょ。吉田さん、1月3日とか4日で、今年も終わったなぁ、早いなぁって感じしますよね。なんか誰よりも時間的に解放されてるはずなのに、誰よりも時間の貴重さが分かるというね。だから、1年が明けて、明けましておめでとう。何がおめでたいのか分かりませんけども、 去年の1年間本当にもうちょっとやりようなかったんかなとかね思って1月1日からセールしてますよねだからなんかね正月が終わったらとかね年が変わったらみたいな感覚はないわけですよそれはキャッチコピーとして仕掛ける方は使いますけどもね年が変わったら1月4日から絶好のスタートを切るために1月の123 ビジネスの勉強しましょうみたいなね。やり方とかね。年末になってきたら、来年を最高のスタートで迎えるために、2022年をこうするために、みたいなね。やりましょうみたいな。やりますよね。仕掛ける方としては。でも多くの人は、仕掛けられてる方っていうのはね、まさに自分が何かを支配してるような気持ちになったり、うん、頑張ればなんとかなると思っちゃうんですよね。で、頑張れば確かになんとかなるところはありますけども、果たして頑張ったんですかっていうことをまっすぐ聞くと、 おそらく頑張ってないまた同じことの繰り返しでつまんじゃ飽きて飽きちゃつまんでみたいなことを繰り返してると思うんですよ。で失ってるのはお金もあるけども時間なんでしょうね。そして今まで1年3年5年10年を振り返ってみるといろいろやったけども形になるものはありませんでしたっていうふうな時の過ごし方をしちゃうんですけどもいろいろやったんじゃなくていろいろやらなかったっていうことに気づかないといけないんですよね。 ちゃんとやれば、まあ1年なりね2年でそれは大物になってますよ。うんそれこそ何気なく勤め出したコンビニのバイトでも1年やったらもうベテランですからね。何気なくやった今の会社でも1年やったらもう自分の居場所じゃないですか。で仕事のことをもうね分かった気になるじゃないですか。でも果たして仕事は分かってもビジネスは分かるのかな収入は操れるようになったのかなと思うと。 ちょっと不安があるんじゃないですか。その会社がないとやっていけないとか、そのメンツじゃないとやっていけないとか、その会社に自分が受け入れられたからやっと収入を得る場を与えられてるというね。でも、その環境をもしね、捨てても、この地球っていうものはすごく広いわけですよ。で、どこでビジネスやっても自由ですよ。どんな商品も売れます。どんなところにも人がいる限りニーズはあります。必ず人ってのは何かに困っていて、 そして、自分の困ったことに時間を奪われて、人生を過ごしてるんですよね。も、ま、う、あ、その時に、あなたの問題点、解決できますよ。これこれで、みたいな感じでね、金額を打ち出すのが商売だと思うんですよ。そうなんですよね。今回の動画のまとめなんですけども、みんなね、結局は、時間を買ってるんですよ。スマートフォンがあります。iPhone。ね、ここにあります。多分、1万年っていう時間があったら、この私でも iPhone と同じようなものは作ることができると思います。でも 人間の寿命は短いんですよね。残念ながら。まあ、せいぜい100年です。100年だと、とてもじゃないけども、iPhone は作れません。ここに貼るガラスぐらいは作れるかもしれませんけどね。まあ、ちょっと無理でしょうね。まあ、そういったことで、私たちはお互いに何かの専門家になる。何かに時間をかける存在になるっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。で、それを何人かで分け合って、一つの 人生のの答えを出してていいくっていことなのかなとななか思いま,すまあいずれにしても自分はこういう専門分野がありますよっていうふうに言われないと言わせないと、うん、やっぱりなかなかね厳しいんじゃないかなと思いますそして私はこの分野でお役に立てますというのがセールスじゃないですかまさにビジネスそれに時をかけるべきじゃないかなと思いますけどねそれじゃあいってらっしゃい